久しぶりにスーパー爆笑したコンテンツがちょっとあったので紹介したいんですけど、相席食堂っていう関西ローカルの番組なんですけど、TVer、ネットの TVer 独占で相席食堂特別編、キャンパス相席っていうのをやってるんですよね。で、それがちょっと公開されたんですけど、そこに出てくるその出演者が僕のまあ、一番好きな芸人、ダイアンなんですよ。で、まあ、ダイアン、最近ちょっと売れていき始めてるんですけど、もう僕より二つぐらい年上のベテランの芸人さんなんですけど、滋賀出身でもめちゃくちゃ面白いんですよね、僕からすると。だから、すごく好きなんですけど、なので、ダイアンさんのその、コンテンツというのか、テレビから、動画から、大体は見てるんですけど、今回のこの相席食堂の、津田さん、特に津田さんのところっていうんですかね、ゆうすけさんもかなり面白いところはあったんですけど、特に津田さんがもう爆発的に面白かったというのか、なのでちょっと紹介したいと思ったので、ちょっとこの動画を撮ってるんですけど、YouTube はなんか規約で他の動画に誘導するようなリンクは貼ってはいけないっていうんですかね、その紹介してもわかんのかな、これ TVer を紹介するっていうのはどうなのかなっていう感じなんですけど、それで動画なんですけど、この津田さんはやっぱり天才やなと、やはりっていうんですかね。これは努力とかそういうものでは、この芸風っていうのは慣れないと思うんですよね。持って生まれたものっていうのか、津田という人間というのか、生物というのか、生き物というのか、それがもうものすごいクズなんですよね。だからめちゃくちゃ面白いんですよね。クズっていうのか、子供のまんま大人になってるみたいな、天然物というのか。で、これを、まあ、キャンパス相席なので、近畿大学に津田さんをロケに行ってるんですけど、もうすごいんですよね、大学生も。今時女子大生にも思いっきし、これはテレビではできひんっていうのか、本当に、訴訟問題になるんじゃないかっていうぐらいのセクハラ的な感じっていうんですかね。お笑いにならん場合もあるんじゃないのと いうぐらいの、セクハラ加減というのか、空手部のところを訪問したらもう、すごい失礼なことを言うであるとか、で、その後にお仕置きみたいな食らってしまうみたいな、そのリアクションがもう、テレビで見ているのと何ら遜色ない、本当に嫌がっている感じっていうんですかね。そういうことが、しっかりと、こう、演じ切られているっていうのか、それでものすごい見てる方はもう大爆笑っていうんですけども、ほんまに久しぶりにここまで笑ったかっていうぐらい面白かったんですよね。だから興味ある人は、TVer 独占、相席食堂特別編、キャンパス相席。まあ、TVer ダイアンとか TVer ダイアン、相席食堂とかで検索すれば出てくると思うんですけど、これで学生ですよね。そこの現場にいた学生さんが、この津田さんの態度、大人としてあるまじき態度というのか、を見て、どう感じたかですよね。これを、この人すごいなと、その大学生の感性で、大学生のお子様加減で、これ津田さんすげえって思えたら、多分、その学生ってすごい人やと思うんですよね。おそらくほとんどの学生は、こんな恥ずかしい大人には自分はなりたくないと思うはずなんですよ。で、その感性はまあ、正しいんですけど、こういう大人にはなりたくないなっていうのはわかるんですけど、これが芸人かというふうに理解できる人が学生さんの中でいたら、それはすごいやろなと。よし。だから自分も芸人になるぞ。って思う子がいたら、どうかなってなると思うんですけど、これは天才やなと。こんな、ここまでじゃないと芸人のプロっていうのは難しいんかみたいな風に、こう考えれるっていうんですかね。そこまで津田さんを見ていろんなことを大学生の若い人たちはちょっと感じてもらいたいなとこう見ていて思ったんですけど、素晴らしい ロケだったなという、そういうことをちょっと、まあ、相席食堂。まあ、やっぱり、いくら、いろんなコンテンツが充実しても、芸人っていうところで行くと、やはり、
テレビとかで活躍してる芸人がやっぱ最高峰なんですよね、どうしても。芸人っていうのは、まあ僕の中の定義では、どこまで笑わせてくれるのか。ここなんですよね。うまいとか、すごくネタがすごいとか、そんなん、なんか、結局はどうでもいいというのか、笑わせてくれるかどうかが一番芸人の基準にとって大事なところだと思うんですよね。それが今回の津田さんをもうめちゃくちゃ笑わせてもらいましたと、そういう感想を持ちましたという話でした。以上、芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。